波動ンは、イギリス・イングランドは、リーズ出身のロックバンド。2006年結成。バンド名の由来は、カップコンが開発、販売している対戦型格闘ゲーム、ストリートファイターシリーズ中の必殺技、波動ンから。バンドの中心人物、ジェームス・スミスは、バンド結成以前に、ドクター・ベノムというソロ名義で、プロディジー等に影響を受けた音楽活動を行っていた。 当時10代のジェームスが音楽を作り始めるきっかけになったのはザ・ストリーツ、ディジー・ラスカルといった UK さんヒップホップやグライムミュージックであり、その後、カイザー・チーフスを筆頭にニューヨークシャーブームにはクリーズ近郊のインディーバンドブームにも影響を受けた。結果、自身の原点であるエレクトロ思考とヒップホップ趣味、そこにインディーロックの形態を持ち込んだ。 独自のダンスラップロックのゴッタニサウンドを構築することとなる。クラクソンズがシーンを席巻したニューレイブ競争の追い風にも乗ったバンドは、いち早くそれに続く形で、ブレイク、ドーブームを象徴する逸材として取り沙汰された。バンド名が示唆する通り、メンバーは TV ゲーム世界の影響を強く意識しており、ゲーム特有のシンセサイザー感あふれる効果音や、 サウンドトラックを連想させるデジタルエフェクトを多用する。その得意っぷりからミューズのマシューベラミーからとても面白い。どういう音楽と表現していいかわからないけどサンプリングの使い方が尋常じゃないと寄稿された。アルバムデビュー前から日本でも注目度が高く2007年でのサマーソニック出演を最初に何度も来日公演が実現している。ありがとうございます。